皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。昨年は優勝と日本一に輝き、今季も2位と健闘した阪神タイガース。そして先日、CS で横浜 DeNA ベイスターズと対戦。しかし、2戦連続で黒星を喫し、そのままシーズンを終えてしまいました。岡田監督最後の指揮となった今回の試合。その試合後に岡田監督が各選手に警鐘を鳴らし、大きな話題となっています。特に梅野選手に対し、非常に厳しい意見を出しており、この意見に対し、あの落合博満氏も同意、今後の野球人生が危ぶまれているとさえ言われています。今回は、そんな梅野選手に対する、岡田監督の意見などについて、ご紹介していきます。本拠地で迎えた阪神が DeNA に2桁失点で連敗を喫し、CS ファーストステージ敗退となりました。今季限りでの退任が決まっている岡田彰布監督にとって、これがラストゲーム。しかし、CS での2桁失点は、17年ファーストステージ DeNA 戦の13失点以来、2度目となってしまう結果に、先制は阪神でした。初回西から森下翔太選手が DeNA 先発ジャクソン投手の4球目、153キロ内角低めの直球をすくい上げ、先制ソロ本塁打。しかし、直後の2回に暗転。先発の高橋遥人投手が積極的に仕掛けてきた。 DeNA 宮崎選手、桑原選手、森選手、戸柱選手に4連打を浴び3失点。さらに西三塁から2番牧選手に敵地打を浴びて、この回4点を失います。岡田監督は3回表、捕手を先発の梅野選手から坂本選手に交代。高橋投手はその後失点なく、5回6安打4失点で降板。しかし、打線が再三作った好機を生かせず、スコアボードに0が並んでしまいます。さらに2番手村上選手が3点を追う7回、代打フォード選手に右翼へソロ本塁打を浴び、さらに無視1、2塁で変わった富田投手が佐野選手にスリーランを献上。4番手の岡留投手も戸柱選手の2点敵地2塁打を浴び、この回一気に6点を失ってしまいます。1対10の8回に森下選手の中前敵地打で1点を返すも、反撃は及ばず、阪神は初戦で黒星を喫した。過去6度全てで敗退していましたが、7度目も本拠地で悔しい敗退となってしまいました。岡田監督は2年契約を終えて、この試合を最後に退任。悔しいラストゲームとなり、ファンも嘆く形となりましたが、試合後に岡田監督は各選手に対し警鐘を鳴らしました。他球団は相当研究してきていると感じたか、と問われた岡田監督は、そら研究してるって、キャンプのミーティングから言うてるっていうの、フォアボール取られへん、そんなもんキャンプからの話やから、まだ全然打てへんな、ファーストストライクをな、中野なんかええ、今でも打たんとコメント。この2年間で褒められる選手は、と問われると、いないいない、そんなのいてるわけないやん、みんなまだまだの選手ばっかりやん、と話し、佐藤選手も尻すぼみになってしまったと問われると、なるっていうの、去年見てみいや、去年のクライマックスから日本シリーズでも大事なところで大きい1本とか打たれへん言うの、盗塁1個やないか、去年の日本シリーズ言うてるやんか、ちゃんと練習して、ちゃんと自分の打ち方も分かって、ちゃんと打てるやつがそういう大事な場面で1本打てるんよ、簡単に大事な場面でホームラン打てるわけないっていうの、簡単にホームラン打てるとか何本打ってんの、簡単に言い過ぎよ、簡単に勝ちますとか簡単に打ちますとか、と意識について警鐘を鳴らしました。昨年エースとして活躍した村上投手には、今日も村上ひどかったな、村上なんかそんなん終わってしまうで、無理やってな、と話し、このままでは終わるよと警告。ただこの中でも非常に立場が危うくなったのが、捕手の梅野龍太郎選手といえます。先日の通り、3回から途中交代した梅野選手、テレビ中継で解説した元ヤクルトの宮本慎也さんは、配球が読まれているというよりはベイスターズの積極性だと思うんですけど、キャッチャー交代って目先を変えたいと考えたかもしれない、と岡田監督の意図を推測。ただ試合後の岡田監督のコメントで、これが思ったより複雑な交代だったことが分かりました、普通やったら梅野使わへん言うてるやん、それだけのことやん、来年のためやったらの、最後まで同じことをやった、初球ばっかり打たれた、とコメント。なんと
普通なら使わないと発言したことで大きな話題となっているのです。今季の梅野選手はお世辞にも活躍できたとは言えない成績でした。梅野選手よりも期待できそうな選手が坂本選手を筆頭に多くおり、それでも使い続けていたことにファンからも批判が殺到。岡田監督が梅野選手に固執していると思われていたのですが、この発言から実は固執していたわけではない様子。どうも契約上使うというものが組み込まれていたようで、これによりずっと起用されていたようですね。ただ、さすがにこの試合で岡田監督は我慢の限界が来たのでしょう。案の定、高橋投手は持ち直しており、坂本選手に代わってから点は取られてはいますが、こちらはコントロールミスがほとんどでしたし、投手の責任とも言えます。もちろん高橋投手の失点も全て梅野選手の責任ではないと思いますが、試合後に梅野選手は本当に自分の責任を果たせなかったというか、ハルトにも申し訳なかった、最後にこういう悔しい形だったので自分の責任かなと申せ、ミスを認めています。このようにまさかの意見が飛び出た梅野選手、岡田監督の選手に対するこの意見について、かつて岡田監督としのぎを削り中日ドラゴンズの黄金期を築き上げた落合博満氏も同意。落合氏は13日放送の NHK サンデースポーツに出演し、この CS について言及。落合氏は15安打10得点の DeNA 打線について、シーズン中やっている若いカウントから積極的に打ちに行ったのが功を奏したと見ています。2ストライク取られるとバッターとしてはボールに合わせに行ってしまう傾向が出てくるので、2ストライクまでは自分のフルスイングできるものを狙いすまして打ちに行けたのがこの結果につながったと思うとコメント。阪神は投手陣が崩れ連敗で CS 敗退が決定。今季限りで退任する岡田監督は試合後、最後まで同じことをやった、初球ばっかり打たれたと指摘していましたが、岡田監督の恨み節に落合氏はその通りだと思いますねと同情。落合氏の目から見ても最後の阪神は反省点が多かったみたいですね。今季不動のレギュラーと思われていたものの、最後に壮大なはしご外しにあった梅野選手、来季から監督に就任する藤川氏は坂本選手を評価していることもあり、契約次第ですが来季出番が激減する可能性は高いと見られています。ファンからも何かとヘイトを買っていた梅野選手、果たしてここから這い上がれるのか、今後の活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。